昨日東部伊豆を中心に降った雪、御殿場では最大16センチの積雪を観測しました。一夜明け、駅周辺の商店街では店の人たちが雪かきに追われています。硬いもんでね、スリップしちゃうと危ないですよね。昔もっと降っただからさ、もうそこを押さえちゃったからさ、雪をどこしてっていうか分かんないわけだ。県警によりますと、午前7時現在、伊豆スカイラインなど13路線15区間で通行止め、80区間でチェーンが必要となっています。またこれまでに積雪や凍結による物損事故が27件発生していることから注意が必要です。